ロベルト・アレクサンデル・スアレス・スベエロは、ベネズエラ共和国ボリバル州出身のプロ野球選手。ウトウ・オミギウチ。阪神タイガース所属。実刑は同じくプロ野球選手で東京をヤクルトスワローズ所属のアルバート・スワレス。少年時代に野球を始めたものの、10代のうちにメジャー球団とは契約することができず、20歳で一旦野球を辞めた。その後は、 母国で建築現場の作業員やタクシーの運転手として働いていたものの、夢を諦められず22歳で野球を再開し、2014年に23歳でメキシコに渡り、プロ入りを目指した。2015年、メキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズと契約。ここでは中継ぎとして43試合に登板して5勝、0敗23セーブ、防御率1.71の好成績を残した。 当時から99マイルの速球を投げており、47回、1、3で48奪三振を記録した。そのためシーズン中からメジャーリーグの複数球団に加え、福岡ソフトバンクホークスも獲得を狙っていた。2015年11月2日、ソフトバンクと推定年俸5000万円の1年契約を結んだ。背番号は、 球団史上初めて九十を着用することとなった。2016年、開幕は二軍で迎えるものの4月9日に一軍、登録され、同月10日に、藤崎大県営野球場で行われた、対オリックスバファローズ二回戦において、八回に、登板し、一イニングを、打者三人で抑え、初登板を果たす。12日の対埼玉西武ライオンズ戦で、初のホールドを、 24日の対北海道日本ハムファイターズ戦には初勝利を挙げセットアッパーとして頭角を表す5月12日の対千葉ロッテマリーンズ戦で初黒星を喫するがその後もセットアッパーとして活躍しクローザーのデニス・サファテに次いでチームで2番目に多い58試合に登板し53回に3を投げ2勝6敗1セーブ26ホールドを 記録した。10月14日のクライマックスシリーズで球団新記録となる時速 161km を記録。オフに推定年俸8000万円の1年契約でソフトバンクに残留することが決まった。2017年開幕前の2月8日に第4回 WBC のベネズエラ代表に選出された。3月11日に行われた一時ラウンド対イタリア戦に登板。 7回にリリーフで登板。1イニングを無失点で抑えるが、翌12日に行われた対メキシコ戦で、8回にリリーフとして登板した際に、右腕に強い痛みを覚え不詳降板する。3月17日に、神奈川県内の病院で精密検査を行い、右前腕部の軽度の肉離れと診断されたが、4月5日に右腕を検査のために渡へ。再検査の結果、 右肘に異常が見つかり同月11日に右肘内側側副人体再建手術を受けることとなり2017年シーズンは登板なしに終わった2018年も上記の怪我のリハビリに取り組んでいたが8月11日に行われた対日本ハム戦において2年ぶりとなる1軍公式戦登板を果たし8月22日の対 日本ハム戦では2年ぶりの復活勝利を飾る。シーズン全体では11試合の当番で1勝1敗、3ホールド、防御率6.30の成績に終わったものの、先発転向も視野に入れて、現状維持の推定年俸8000万円で再契約を結んだ。2019年は、先発に転向し、6先発を含む9試合に当番したものの、0勝4敗。 防御率5.74の成績に終わり、オフにソフトバンクから戦力外通告を受けた。2019年12月19日に阪神タイガースと契約合意した。推定年俸8000万円の1年契約で、背番号は75。2020年6月23日の対ヤクルト1回戦において8回に、登板しデビュー。1イニングを打者3人9級で抑えた。 25日の3回戦で初のホールドを上げるなど、セットアッパーとして活躍していたが、7月12日の対横浜 DNA ベイスターズ5回戦において、この日登録を抹消されたクローザー藤川球児の代役に指名されに点差の9回に登板。1失点こそしたがリードを守りきって、阪神では初、日本では、 ソフトバンク時代の2016年以来4年ぶりのセーブを挙げ、その後はクローザーに定着。10月15日の対中日ドラゴンズ21回戦まで敗戦、基本類だともに、なしという安定した投球で、次々とセーブを重ね、最終的に25セーブを記録し、最多セーブ投手のタイトルを獲得した。その後、メジャー複数球団からの調査があり、残留交渉が難航し、 12月2日に自由、契約選手公示された。12月24日、推定年俸2億6000万円の2年契約で、阪神に残留することが発表された。2021年6月13日の対、楽天イーグルス3回戦で、球団記録となる12試合連続セーブを達成。救援参加後に一時帰国、7月25日に再来日する。 ソフトバンクに入団した際に与えられた背番号90は野球漫画アブさんの主人公影浦康武がつけていたことから全身の難解大英時代から欠番が続いていたが2014年2月に連載が終了したため作者の水島真嗣からも了解を得たという半身での愛称はスアちゃん投げる球種は NPB 屈指の球威を持つストレート 大きく沈みながら、時速 160km も計測する、シンキングツーシーム、常時時速 140km 以上を計測する、スプリットチェンジアップスライダーである。2021年6月8日に、自己最速兼阪神球団歴代最速となる、急速時速 163km を記録した。ソフトバンク時代同僚だった、カジヤレンに風貌が似ていたことから、スワレスが、 カジアに、兵、hey,、兄弟、と呼びかけていた。なお、2021年からは、阪神で再び、チームメイトとなる。2020年10月19日の対ヤクルト戦では、実刑のアルバートが、ヤクルトの先発投手として6イニング、自身が、藤波の後を受けて9回表に9円で1イニングを投げた。兄のアルバートはこの年の対阪神戦に先発で2度、登板していたが、 自身には登板の機会がなかったことから、3度目の対戦にして、外国人兄弟投手が別々のチームに所属しながら同じ試合に登板するという日本プロ野球史上初の記録を樹立した。2021年10月3日にはアルバートが対広島戦、ロベルトが対中日戦にそれぞれ抑えとして登板し同じく史上初となる兄弟同日セーブ記録を達成した。 NPBNPBNPB ありがとうございます。